九百六十年代韓民国大統領選挙。九百六十年代韓民国大統領選挙。九百六十年代韓民国大統領選挙は、大韓民国の第四代目の政大統領と副大統領を選出するために行われた選挙である。李商番政権の維持のため、与党自由党や関係を動員した大規模な不正選挙が行われ、十二年間にわたる、 李昌番政権を崩壊させた4.19革命の同化戦ともなった3.15不正選挙とも呼ばれる政府大統領の人気満了に伴って実施された李昌番政権与党である自由党は12年間にも渡る独裁と相次ぐ失勢によって国民の支持を完全に失っていたため政権維持のためにあらゆる不正手段を使わざるを得ないところまで追い込まれてた しかも、前回の大統領選挙では副大統領に野党で、ある民主党の張務が当選し、政大統領と副大統領の所属党派が与野党で、分かれる事態となっていた。仮に、高齢の李承晩が職務を継続できない事態になった場合、憲法の規定で、大統領職は自動的に副大統領に継承されるため、この選挙で、政副領大統領選挙で勝利することに、 与党自由党は全力を注ぎ、関係や傍観を動員した不正選挙を展開した。まず、自由党は有力野党である民主党を封じるために早期選挙を計画した。民主党は、新派と旧派の派閥争いの末に、大統領候補に旧派の長日の枝を、副大統領候補には、現職副大統領である、長務を指名た。しかし、 超日の枝間が病気のため1960年1月に渡米した時を狙って、李正万政権はそれまで、慣習的に5月に実施されていた大統領選挙を2ヶ月も早めて3月15日を投票日とすることを決定した。これに対して民主党は3月選挙は選挙管理に反している上に、超日の枝間候補が病気治療中であるにもかかわらず選挙を早めるのは、 フェアプレーの精神に反している胸の公開質問状を李正万大統領に出して回答を求めたが3月選挙方針を変えることはできないとして強硬姿勢を貫いたそんな最中民主党の長日の枝間候補はアメリカで手術を受けた後2月15日に急性してしまったことで大統領選挙は李正万の当選が事実上確定したそのため自由党は 副大統領候補の力法を当選させることが最重要課題となった。大統領候補を失った民主党は大統領候補が1名のみの場合はその得票数が全有権者数の3分の1以上でなければならない選挙法の規定を逆手にとって李勝盤の得票数を3分の1未満に抑えることで再選挙に持ち込み超務を大統領候補として 再選挙に持ち込む戦術を展開した。早期選挙に持ち込んだ自由党は次に関係を動員した不正選挙を計画した。公務員による選挙運動網を作って警察がこれを監視する体制を取った。そのため内務部、現代官民国行政安全部では公務員親睦会を組織させ3人組、九人組の公開投票班を編成させる一方で、 警察には、いかなる手法を使ってでも自由党候補を当選させるように示した。また、内務部は、西秘都市警長官、李政務次官、李安志学治安局長などが中心となって、ソウル特別市と、各道の警察局長、佐々塚長、警察署長等の警察幹部、各市長や軍主、有長等の自治体市長を内務部に召喚して、以下のような選挙運動方針を指示した。 以上のような指示のもとに内務部幹部等はさらに以下のような具体案を作成した。この具体案は1960年1月に相次いで開かれた全国各市同警察局長査察課第二係長及び分室長合同会議で指令さると同時にもし担当警察官をはじめ各市長や軍主、有長がこの任務を完遂できない場合には罷免することとし あらかじめ辞表提出もさせていた。与党自由党は、前年の1959年6月29日に、開催された第9回大議員大会で、大統領候補に、李商晩を、副大統領候補に、李力法を、指名、1960年2月5日に、立候補登録を完了した。一方、野党民主党は、政大統領候補に、張飛の板間 超つを副大統領候補として2月7日に立候補登録をした。しかし、前述したように、張飛の枝玉が選挙運動期間中の2月15日に死亡したことで、聖大統領選挙は、李承晩大統領の再選が事実上確定、焦点は副大統領選挙へと移った。統一党党首の金春淵、大韓女子国民党の任英進も、 副大統領候補に登録したが、選挙戦は事実上、自由党と民主党の一騎打ちとなった。民主党、超務副大統領候補の当選を阻止したい、自由党の意思によって、民主党の選挙運動は警察による、演説会参加者の監視や威嚇、演説会場使用の禁止など厳しい妨害を受けた。2月28日に、超務副大統領候補が、 テグで政権を発表した際には、その日が日曜日であるにもかかわらず、テグ市内の全中学、高校生に投稿するように命令し、野党立候補者の政権を聞かせないようにした。これに反発した市内の高校生1200名余りは、日曜日投稿指示に抗議して、街頭デモを展開する事態となった。また3月9日には、全羅南道の霊水で、翌10日には高山で、 民主党支持者が傍観によって殺害される事件が発生するなど緊迫した情勢の中で3月15日の投票日を迎えた。3月15日の投票日には自由党は全国で腕章部隊、自由党支持の腕章を着用した人々や傍観などを動員して野党側の投票率改人を投票所に立ち入らせないように妨害、3人組や9人組等による 公開投票を公然と実施した。その結果、少なくない地域で、立証版、立企法領候補の得票率が95から99%にまで達したため、慌てて各、道知,知事や警察局長へ、得票率を下げるように指示する事態となった。このような大規模不正に対し、民主党は、投票締め切り30分前に、本選挙が不正選挙であり無効であることを宣言した。 3月18日、中央選挙管理委員会は、李承番が大統領に当選、李希法が副大統領に当選したことを発表した。同日、国会でも、政副大統領の選挙結果を承認して、李承番と李希法がそれぞれ正大統領と副大統領に当選したことを宣言したが、民主党は先に述べたように、本選挙が不法選挙であると宣言。 李承晩大統領の即時辞任を要求して国会から退場していた。このように不正に塗り固められた3.15選挙に対し全国各都市において学生や市民の怒りを呼び起こしそれが四月革命へと繋がりついには李承晩政権を退陣へと追い込むことになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。